Oh, they're already ready.俺が組んのは戦国承知ってわけか。堂島組の桐生一馬だ。どこクレジットも社長に。俺をはめた礼を言いに来た。うちの社長はあんたに会う気はありませんよ、桐生さん。じゃあお前ら半殺しにして会う気にさせてやる。 信じられねえ。まさかここまでたどり着くかよ。おう、シット、シネマティック。あとはあんただけだ、社長。じっくり話を聞かせてもらう。話？何の話だ？今更とぼけだって時間の無駄だ。なぜ俺をはめた？あんたの目的は何だ？おい、近づくな！ わかった。全部話す。だから、ちょっと待ってくれ。俺はあんたをはめる気なんてなかった。ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。あんたにあの場所で取り立てさせるようにって。そいつを頼んだのは誰だ？その人は、あ、 Oh, Betrayal 5. Of course it was you, that asshole. Nee, Shacho-san. Kiryu, omae nani yatten da? Ha? Satsu ni jisuru yo ni yutta hazu daro. Neboketa koto yatten ja nee za! ああ、やっぱちょっとなまってんな。現役の頃はガキのしつけなんざ、一発で済んだんだがよ。社長さん、ちょっと外してもらえませんか。この若いのに説教しねえとなんねえもんでね。ごゆっくり。 This guy is letting him off, really? You know this asshole was the one that framed me.
Don't take his shit. Wait, why is he taking shit? Umezo, sorry. Kick his ass! Why is he not kicking his ass? The fuck? This old man just punched my gut. お前とは一度腹割って話してと思ってたからよ。おめえと錦山は孤児なんだってな。風間の頭がやってる施設の出なんだろう。確かひまわりとかいう養護施設だ。極道なんてまともに育ったやつの方が少ねえ。孤児だからって恥じる必要はねえぞ。ただな、風間の頭もえげつねえ真似をするよな。どういう意味ですか。拾ってきたガキに育てた恩着せてよ。今じゃ立派にあの人の玉よけになってるじゃねえか。おめえと錦山、頭のためなら命も惜しくねえってよ。こういうの洗脳っていうのか。そろそろ本題に入ってもらえませんか、クゼの兄貴。あんたの話はさっぱり先が見えねえ。キリュウ、お前風間の頭をスパイしろ。スパイ on my foster father。 風間の一粒の話はしたな。それさえ手にすりゃ俺が次の若頭。 Yeah, this guy's an asshole。 だがそのために必要なあの土地のある情報ってやつを檻の中の頭が握ってやがる。ある情報。ああ、お前そいつを頭から探り出せ。うまくやりゃ組での将来を俺が約束してやる。あの人をまさかお前に裏切られるとは思ってねえからな。構成員2万5千の登場会、その直系道島組でのし上がったとなりゃ大した出世だ。 A lot of people。 それも例の殺しの真犯人も渡してる。やっぱりあんたが俺をはめたんだ。 Yeah, the fucking asshole. Kick his ass。 さあな、ただこの話を蹴りゃおめえは確実に無所行きだ。俺につくか、もう先のねえ風間につくか、好きな方選べ。だが返事は今だ、この場でしろ。 Kick that old man's ass。 なんだ。 Kick his ass。 あんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが、全然器じゃねえよ。何？俺のこともおやっさんのことも、あんた何も分かっちゃいねえ。ガキ、この俺を敵に回すのか。本当にその覚悟があるんだろうな。覚悟ならありますよ。それが極道ってもんでしょうか。Yeah, I gotta kick that guy's ass. This guy's been a bitch. And why am I still being, what do you call that? Polite with the asshole after he punched me. Find a payphone. Oreo.
もしもし。桐生だな。錦は。ああ。やっぱりお前からの呼び出しだったんだな、錦。お前今どこにいる？風間組の事務所だ。展開地通りの。風間組？なんでお前そんなとこに？今柏木さんと会って話してる。なんかいい知恵貸してもらおうと思ってよ。なんせ柏木さんはあの風間の親父さんの片腕だ。 柏木大事な、ヤクザ3。Remember the name。お前の方はどうだったんだ。もう堂島組の事務所からはとっくに出てるんだろう。ああ。だが、いろいろあった。いろいろ？そいつは直接会ってから話す。わかった。なら俺は柏木さんと風間組で待ってるからすぐ来てくれ。実はな、お前も柏木さんの話を聞いといた方が良さそうなんだ。お前、空の一つぼって聞いたことあるか？ That's a dream machine. Why can't I talk to it? Weird. Whatever. Open, damn it. I still can't go in. いらっしゃいませ。なんという味だ。ありがとうございます。 It's easy to make money in this game. Should go down here.
Oh, weird. Trying to be an asshole. キリュー、早かったな。すいません、カシオス。お手間かけさせるような真似しちまって。あ、あの、ロウ、ロウさん。はい。よく無事だったな。 お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる。そっから先何があったか大方予想がつく。久瀬のおじきあたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえか。ええ、そうです。どういうことなんです。 空の一坪で桐生が死なせたって死体は銃で殺されていた。もちろんこいつがそんなことするわけがねえ。つまり誰かにはめられたんだ。たはそれもっと早く言ってくださいよ。俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかと。錦、面倒なことになったな桐生。とにかく久瀬と何があったか全部話せ。 なるほど。つまり若頭補佐の三人衆が頭の座を争っているってわけだ。風間の親父がいないのをいいことにな。冗談じゃねえ。親父さん以外に堂島の頭が務まるかよ。落ち着け錦山。それより 久瀬の話に出た空の一坪だ。お前らが知ってるのはほんの触りだけだな。ええ、柏木さんは詳しくご存知なんすか。ああ、まず今カムロ町のある一帯に大規模な再開発計画があってな、堂島組の例の若頭補佐3人が食い争うように地上げをしてる。それなら聞いてます。 権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ったるって。そいつをまとめ上げてでかく転売する腹でしょう。そうだ。だがその中にどうやっても手に入れられねえたった一坪ばかりの更地があんだよ。それが空の一坪。ああ、そいつは最近になって一帯の地上げが8割方終わろうって時に見つかった土地でな。 厄介なもんで再開発用地のど真ん中にある。そこが手に入らん限りいくら周りの土地まとめても売り物にならねえ。そんなからくりがあったのか。ところでその一坪まだ誰も手に入れてないんですか。所有者が行方不明らしい。もし今出てくりゃ10億って値になってんだがな。10億。 たった一坪の土地が。ああ、空の一坪が欠けりゃ再開発自体がひっくり返る。だが
道島組は周り一帯の地上げにもう100億以上突っ込んでんだ。一坪10億だろうが今更引けやしねえ。クゼはその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間のおやすさんが握ってると言っていました。風間のおやすさんの持ってる情報って何です？いや、わからねえ。俺も初耳だ。でも、やっぱり姿消している土地の所有者に関係することでしょうね。何にしてもクゼはその情報をおやすさんから探らせるために桐生をはめたってわけか。ああ、そのために人一人殺してまでな。おめえら今の状況わかるか？桐生は当然として追い詰められてんのは風間の親父も同じだ。桐生が仇殺したってことで冒険人の親父もけじめを迫られる。その上、クゼが殻の一坪手にして若頭になってみろ、奴は親父を必ず組から追い出す。組から追い出す？まさか堂島組の波紋もあり得ると？ああ、親父も無所にいる以上今は何も手が打てねえ。あのおやすさんが波紋？破門され極道の末路は言わなくてもわかるな。一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ねえ。自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃない。でも桐生は実際殺しはやってないんです。こいつの疑いさえ晴らしゃ親父さんも破門にはならねえはずでしょう。疑いを晴らすには真犯人を抑える必要がある。そうだ。だがクゼが真犯人を握ってる以上手は出せん。相手は堂島組の幹部だ。この世界で上に噛みつくことは何があっても許されねえ。でもこのままじゃ桐生は無所にぶち込まれるんですよ。俺らがクゼに手を出せば風間の親父は余計立場が悪くなる。その時点で波紋は確実になる。だったらどうすりゃいいんですか？俺たちは柏木さん、あ、とりあえず俺の濡れ衣も殻の一つも後回した。今とにかく俺はおやすさんを守るために動きます。何かいい手があるのか？俺の不始末は俺一人でけじめつけます。おやすさんに責任がいかないようにするにはもうこの手しか残ってねえ。あ、めん、一人でけじめつけるって何する気だ、キリュウ。俺は今日限り堂島組を抜ける。杯返して極道から足を洗う。キリュウ、お前、今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせ。何言ってんだ、杯もらって3年そこらのヤクザが五体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど今の堂島組仕切ってんのはクゼだ。それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ、堂島組長だ。それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ錦、これから組の事務所に行く。ふざけんなって、お前やけになってるだけじゃねえか。うるせえ。他に手はねえんだ。このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ桐生、錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は
風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。おめえ舐めたこと言ってんじゃねえぞ。あ？俺の言うことが聞けねえのか。ああ、キリュウ。ええ、たとえ風間のおやっさんが止めたとしても俺は行きます。こんな、おお、わお、シー、許してください、柏木さん。錦、車頼む。長い間お世話になりました。Basically, Kashiwagi has been looking after Kiryu and Nishikiyama, according to the story from Yakuza 3 or before that. There he is. How are you? Today, are you going to drink? Brother.お前が組を抜けると言ったって、クゼの野郎がそれを許すとは限らねえ。何が起きてもおかしくない。覚悟を決めておくんだ。大丈夫だ、行こう。分かった、乗れよ。That's a crappy car. I thought it was gonna be good, but then again, it's in the 80s, so I'm not sure what a good car was back then. Flashback. まで育ててもらった恩とは別の話だ。今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろう。だったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。キリュウ、俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って、肩で風切って、周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって。俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。施設上がりの人間は夢を見ることも許されねってるんだ。なあ、今お前何考えてた。ぼっかしてただけだ。おらよ、いつだったかおやっさんに殴られていた時のことを思い出してた。俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。てっきりお前も同じことを思い出してるもんだと思ってたよ。やっぱりおめえにはかなわねえな、兄弟。